あの子、香りにそっくり。香りはもういない。ゆっくりできないな。今のはエリカ？なんかトラブルでもあったのかしら。で、ここら辺の人、あ、喋った。近くに行ったら話勝手にするのか。先にだ、うっそー、やば。そんな客を見捨てたのかよ。絶対に許せねえ。顔が割れてる、すぐ見つかる。これは別に調べたりはできないな。あー、母さん、また私が調達係。そんなに気にしなくていいかな。どこ行ったんだ。世界のお魚。やめて。どういうことなんだこれは。エリカ、なんだ、仲間がいたのか。いいか、お嬢ちゃん、こんなガキに構うことはねえ。嬢ちゃんだけじゃねえ。いいか、みんなよく聞け。こいつとんでもねえガキだ。このガキの正体、こいつはこのパークの責任者、黒沢の孫だ。これはこいつが落としたもんだ。こいつはみんなに黙って避難所に隠れてるんだ。責任者の家族だって。いやでもさ、関係ないよね。家族だったとしてもさ、あの女の子だよ。なんで避難所にいるのよ。お前のじいさんはどこへ行ったんだ。あの化け物は一体何なんだ。どういうことなの。いや、騒ぐな。静かにしろ、化け物に居場所がバレる。何があったんだ。こいつだよ、あの黒沢の孫だ。黒沢、本当なのか。それはこの状況がわかるか。みんな気が立ってる。みんないろんなものを失った。見てみな、彼らの目。俺だってそうだ。家族はみんな死んで一人ぼっち。これ以上この場所に混乱をもたらすわけにはいかない。全員が自滅をたどるのか、断固処罰して秩序を取り戻すかだ。そんな、ひどい。好きでやってると思うのか。これ以上の厄介事はごめんだ。わかるだろ、どうすればいいか。この避難所から出てけってこと。いやかわいそすぎるでしょう。10分後、なんか減ってる。なんだあの左上のゲージ。まさか本当に外へ追い出すなんて。ごめんなさい、私のせいで。あなたを一人にするわけにはいかないもの。いいの、大丈夫。優しいな、やめ。私、人があんな顔をするのを初めて見ました。まるで鬼。すごく怖かったです。まあ仕方ないっちゃ仕方ない。まあね、自分の家族とか死んじゃったから仕方ないけど、孫は関係ないでしょう。エリカ、みんなとても親切にしてくれていたのに。あやめさんも私のことが許せないですか。え？エリカは倒れていた私を助けてくれた。エリカがいなかったら私死んでたかも。それにおじいさんのことはエリカに関係ないじゃない。あやめさん、絶対脱出しよう。きっと大丈夫だから。ありがとうございます。さて、これからどうしよう。とにかくこのままでは危険です。そうね、どこか
安全な場所へ。これあれかな、死体ですよね多分。なんかリアルなんですけど入れない？もう戻るわけには。あ、そっか、入れないか。じゃあとりあえずセーブセーブポイント。人と動物共に未来へ。セーブ。いやーいや、こっから落ちてこんでしょ。え、上にあった今。全然見てなかった。いや、違うな。もっと上か。見えないか。いや、うわ、いるし。え、大丈夫なの？雨降ってきた。え、なになに、ここにいる？開かない。え、いきなり襲ってきたりすんのかな。こっちに行くしかないよね。いた。どうかした？大丈夫？いえ、ちょっとさっき追い出されちゃった時に足をくじいちゃったみたいで大変。少しの間抱っこしまくりじゃない。あやめちゃん結構力あるな。早くどこか安全な場所へ。この状態でもう走れるね。すごいな姉ちゃん。てか姉ちゃんが主人公なの？妹が主人公なのかと思ってたけど、なんかいますね。なんかいましたね。はい。セーブポイントどこですか？セーブしたいんですけど。セーブ。ここはスタッフ専用エリアです。一般のお客様の立ち入りはご遠慮願います。セーブないですかね。なんかいますね。なんか光ってる？光ってる。これは布切れ、止血用の布切れ、わずかに体力を回復する。え、回復薬的な？取得する。布切れを取得した。少しは足しになりそう。はあ、回復。え、どこでダメージ受けたの？2人合わせて1800ってこと？いや、なことないよね。え、回復薬使えってこと？いや、今いらんでしょ。どの状態でダメージ受けるんだろう。でも敵に攻撃されたりしたら一撃でアウトでしょ多分。 PC はバッテリー切れか。ん？こっち？なんかどこがドアなのかちょっとよくわかんないな。まあアイテムはうっすら光ってるって感じかな。蛇口が壊れてる。この血は一体何を？中には何も入っていない。そうよね、食べ物は他の人に持ち去られてる。え、体力、いや回復し、なんかいるんですかねこの中に。もっとハーハー聞こえるんだけど、聞こえる？みんなに。すげえハーハー聞こえる。なに、そこにあるの？セーブポイントじゃありませんか。セーブさせてください、セーブ。なに、ここになんかいんの？開かない。え、今これ閉まんなかった？あ、誰かいる。大丈夫ですか？ひどい怪我。大丈夫、きっと大丈夫。動かないで。今カチャって言ったよね。この化け物。待って、あなたたち人間？ごめんなさい、物音を聞いててっきり化け物だと。けど生存者だったのね、よかった。まだ希望ある。ついてるな俺たち。いやでも結構瀕死な気がするけど。大丈夫？ええ、地獄に仏ね。
俺たちは船着き場を目指していたんだ。この島から脱出するために。船着き場？そこから逃げられるんですか？俺たちが島に来るときに乗った船だ、間違いない。だが失敗した。途中で化け物に襲われてしまって、もう目と鼻の先だったのに歯を噛む思いだ。仕方ないわ、あのままだと死んでたわよ。なんとか逃げてきたけど、ここだって安全とは言い切れない。え？あなたたちが入ってこられたように化け物だっていずれ。このままだと自利品よ、なんとかしないと。やっぱり早く脱出するしかない。そう、でも奴らものすごい数よ。悪くすればすぐにでも食われるわ。どんだけいるの？逃げるのに必死で全然数とか分かんなかったけど。でもここで待っているわけにも。分かったわ。せめて単独で行動した方がいい？二人だと思うように動けない、私たちみたいに。その子なら私が面倒を見るわ。え、大丈夫か？え？その代わり船を見つけたら私たちも乗せてほしい、この人と一緒に。わ、私は大丈夫です。ここでおとなしくしています。わかりました。船を見つけたらまたここに戻ってきます。ありがとう。これさっき店内で見つけたの、持って行って。おもちゃの無線機、パークで販売されている無線機、有事の際には連絡がある。へえ、さ、おもちゃって書いてあるけど使えるの？非常時には連絡し合いましょう。わかりました。何何、このラジオの歌、この先の放送局からだ。まだ生存者はいる。君も俺たちも一人じゃない。希望を捨てるな。ちょっとそういうの流さない方がいいんじゃないの？化け物来ちゃうよ。申し訳ないけど、あなたが出た後しばらくしたらこの部屋は封鎖するわ。あなたが戻ってきたら必ず開ける、約束よ。わかりました。奴らに見つかったら一巻の終わり。道中気をつけて。何これ、敵の背後を移動することで視界をかいくぐることができる。は？どういうこと？敵の背後を移動することで、なんだって？ごめんなさい、頑張って。今はあなただけが頼り。必ず戻ってきてくださいね。もちろんやり遂げてみせる。とりあえずセーブしていい？とりあえず鍵かけられるんでしょ。喋ってんな。あ、これ最初に通ったとこか？違うかな。こっちでいいの？怖い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 。え、どこ入ればいいの？ここ？矢印書いてるからここ？避難民へのメッセージ。緊急事態です。どうか助け合いましょう。ここサロンアルハルでは怪我をした皆様を受け入れます。夜の次には朝が来ます。冬の次は春です。助け合えばきっと道は開けます。え？そうそう、え、ヒントかなんかか、なんかちょっと怪しいよね。夜の次には朝が来ます、どういうこと？冬の次は春です。特に関係ないかな。開かないんかい。ドアの内側にチェーンがかかっている。すごいね、このカットイン、イラストの細か。どこ行きゃいい？あ、こっち行けんな。ちょ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 、待って待って待って、入れない。向こう側から施錠されている。こっちは、あ、いけない。これ怖いんだけど。え、待って、あ、こっから来たのか。
どこから来たのか分かんなくなっちゃう。え？あー、なんかいる。なんつ、待って待って、なんかいた。え、こっちも行けるけど、あー、なんかいた。待って、ここになんかいるよね。え、襲ってくる？ゆっくり歩くとか？え、どうすればいいの？スニーな、な、なんだかニングって何？ゆっくり行きゃいい、ま、感じですかね。これでいいっすかね。な、なんすか、なんすか、なんすか、ピーって。どれっすか、ピーって。あ、なんだ、なんだ、なんだ。うわぁ、言ってる。なに？びっくりした。もしもし、聞こえる？そっちの様子はどう？やめて、ほんといきなりかけてくんの。今は？ちょうど、船着き場の門の前にいます。あ、そうだったんだね。全然わかってない。ダメ、開かない。そう、それで私たちも断念したの。そばにメモがあるでしょ？メモ？うん。そこに鍵について書いてある。あなたならきっとできる。気をつけて、健闘を祈るわ。うん、はい。アルバイト職員宛てのメモ。新入りへ、初日から遅刻とはいい度胸だ。午後はお前の担当だから、俺と入れ替わる10分前には持ち場に到着して鍵を引き継ぐ。そう言ったよな。お前のためにただ働きするほど俺はお人よしじゃない。鍵は放送局併設の管理局に保管しておくから、さっさと取ってこい。場所はわかるな。そこの階段を下った先にあるトンネルをまっすぐだ。そこの階段ってどこの階段？橋の隅に血痕と走り書きが残されている。新入り、お前は運がいいな。そうだね、来なかったおかげで助かったんだもんな。運いいよな。階段、これ？あー、これはなんかあれかな、その配信者とのコラボしてるっていう看板かな。なんかね、看板って出てくるのとが1個あるんだよね。あんま詳しく言えない、まだ。あれはきっとあの先に。ブーって言って、ブーって何、ブーってビー。そんな閉まってる。どうして急に。あ、待って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 。ダメ、開かない。勝手に閉まった？それでも誰かが、いや、今なんかゴリラみたいなの押してっただろう。あいつ名前あんのかな？これは、ヒューズが飛んでる。交換すれば、もしかしたら。ヒューズ？この人なんか持ってるでしょ？これ何？あなんか横飛びしていくんだけど、化け物が。チェーンカッター。あー、なるほど。切れるとこあったね。鎖などを切断するために使う工具。はい。ゲットする。この人は？話せないね。てか、普通に歩いてて襲ってくんのかな？ランダムエンカウント的な？感じ？もう走れない、怖くて、ほんと。こっち行けない？行けない！なんかいるいるいる。いるいる、いますね、いますね。どうすんですか、これ。こいつ何？セーブしたいんですけど。アイテム手に入れたらまずセーブしたいんですけど。あー。まだだだだだ。これもそうなのかな、もしかして。あ、ぐるっと、あー！もう一匹増えたー。わー、ちょっとここガガガガーっと行くね。うわーっと行って、あ、見つかった、見つかった、見つかりましたか今。あー、ちょっと待って待って待ってください、待ってください、見つけた。ちょっと待って待って待って、あー、ちょっと待って。はめられたんだけど。え、どこでセーブしたっけ。ちょっと。あ、あ、ちょっと待って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 、動きません。フリーズしましたね。あ、でも一
発でやられるわけじゃないんだね。今ね、回復薬使おうと思ったんだけど、ボタンがうまく押せなくて死んでしまいました。え、あ、どこだっけ。ここ入れ、あれ、ここ入れた。ん、ここじゃないよね、私入ったとこ。あれ、なんかある。お金、日本円、売買に使用できる。え、取る。が、こっち行けないよ。役に立ちそうなものはない。こっちも行けない。動かせれないしな。あ、お金を取るだけな感じ。これティディベア。なんかちょっと怖いな。え、あれ、どこ行けばいいんだっけ。あ、ここか。あー、で、ここね。はい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 。で、どこだっけ。多分今襲ってこないんじゃないかな。こいつはだからゆっくり歩けばいいの。走ったらバレるの。よくわかんないよ。はい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 。うわーっつってる。はい、で、このメモ読んで、で、こっちだね。あ、こいつがやったわけじゃなさそうだな。はいはい、で、ヒューズ飛んでると。で、これをゲットして。今飛んでったな、下のやつ。セーブしたいんですけど、ほんと。ないの？ないの？どっかそこら辺に貼られてない？はあ、今なんか化け物いたな。いちゃいけない場所にいなかった今。え？セーブないの？え、ゆっくり歩けばいいの？なんかそこら辺の説明ってクラフト違うな。アイテム違うな。こっち行ったら、もう一匹出さない方がいい。あ、出しちゃった。出してしまいましたが、ゆっくりゆっくり行けばバレない？いや、見つかったよね。見つかりましたよね。で、こいつも来てんじゃん。うわ、これこれ、ちょ、アイテム使って。俺もう積んでるから。あ、アイテム、え、あ、チェーン買った。え、使う。綺麗、中に入って逃げて。あ、力技。あー、びっくりした。いい加減にしろ。生存者か。安心して、もう大丈夫。そうか、まだ外に生きてるやつがいたか。あ、あなたは？何？ただのルポライターさ。いわゆる旅行ライターというやつでね。ルポライター。このパークもネタになると思ったが、クソ。そうか、あんたチェーンを切って入ったんだな。すまないことをした。化け物が近くで騒いでたもんだからな。ここでは逃げ遅れた人たちの手当てをしてるんだ。じゃあ、ここには他にも人が？ああ、2階にな。無人のバーを勝手に占拠して持ち主には申し訳ないが、水も食料もある。利用しない手はない。あの、ヒューズはお持ちじゃないですか？ヒューズ？トンネルの先へ行くのに必要で。トンネルの先？悪いことは言わない、やめた方がいい。ラジオから歌が流れてただろ。あの歌、北の放送局からだ。見ろ、俺が書いたパークの記事だ。舞妓オーロラ、彼女開演のゲストとして来日している。放送局で歌い続けてるのさ。危険だからと仲間が助けに向かったが、いつまで経っても帰ってこない。
おそらくもう。とにかくあの先は地獄だ。少女一人では危険すぎる。きっと命はない。あなたはどうしてそんなに親身に。俺はただうまいタバコが吸いたいだけさすごいこと言ってんだ。それは普段からいろんな場所へ行く仕事だ。だからいろいろと常備してる。包帯とか薬とか役に立つもんだな。どうしても先を行くというならせめてこれくらいは持っておけ。ナイフ、もしかして攻撃できんの。お手製のナイフ、ある程度の殺傷力はありそう。でも倒すまでには至らない気がする。セーブしたんですけど、セーブじゃない、いや装備したんですけど。やだ、戦うの。ナイフを所持した状態で敵に背後から接触することでステルススキルができる。ナイフの耐久値は画面左上のナイフマークで確認できる。減ってく感じかな、白から。他にも必要なら声をかけてくれ。限りがある。ただとはいかないが、いつ別れが来るかわからない世界だ。今この時こそを大切に、助け合おう。ちょっとかっこいいこと言ってんな。